はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、民法とか、あと、本試験出てくる判決文ですね。そういったものちょっと分かりづらいと、理解できない。勉強していても、全く分かんない。まあそういったご相談いただくこと非常に多いんですね。なので、今回はその点について解決策を、ご提示できればなと、思っております。で、まずなんですけども、民法とか、まあ民法の問題ですよね。あと、判決文の問題、まあ、判決文の中身、こういったものがわからない原因って何だろうっていうふうに私自身考えてみたんですね。で、おそらくですね、まあ弊社の個別指導の受講者さん見ててもやっぱ思うのが、法律用語が理解できていない。これがやっぱり根本的な原因だと思うんですね。これって、じゃあどうしたらこの法律用語を理解できていないものを理解できるようになるのか。なんですけれども、これはですね、ちゃんと法律用語を調べて、イメージを頭に入れていくっていうところがすごく重要です。これ、イメージ、ここはすごく重要で、調べても、イメージがわからなかったら、あまり意味がないんですよ。例えば、調べたあるページがありました。ホームページとかね、ネットとかで調べて、言葉の意味載ってたけれども、その載ってる意味もわかんない。これじゃダメなんですよ。例えば具体例とか書いてあったりとか、多少ね、抽象的でもいいけども、ある程度なんとなくイメージできれば、それで OK なんですね。だから、細かい、ちゃんとした定義を頭に入れるよりも、イメージを頭に入れていく。これがもう一番の解決策だと私は思ってます。で、こうするとどうなるかっていうと、実際の本試験の問題文とか、あと本試験の判決文だったりとか、あと、問題には解説がついてるじゃないですか。過去問集とか買ったりすると。そういった解説も分かるようになってくるんですね。まあ、多くの場合っていうのは、この解説も分からない場合が多いんですよ。解説も、いわゆる法律用語とかをね、まあ、駆使して書いてあるっていうのか、まあ、法律用語がたくさんこう載ってたりして、結局解説も分からないっていう場合もあります。でも、こういった調べて、法律用語を調べて、イメージを頭に入れていくことによって、分かるようになっていくんですね。で、これを今回、令和2年の10月試験の問い3の判決文を実際に使ってみてですね、この判決文を理解していただければと思います。では、ちょっとこちらご覧ください。こちらに、書いてあるのが、判決文の内容なんですね。令和2年10月試験の問い3の判決文の内容になります。ちょっと読んでみます。法律が債務の不履行による契約の解除を認める主意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、その契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の損しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当であるって書いてあるんですね。これが判決文の内容なんですよ。まあ、判決文の一部ですね。で、このままだとなかなか理解しづらいんですよね。この理解しづらい原因となっているのが、法律用語がイメージできていない、これが大きな原因なんですね。なので、この文章を分解しながら法律用語をイメージして読んでいきたいと思います。まず、法律が債務不履行による契約解除を認める趣旨は、ここまでいきましょうか。これは、まず債務の不履行なんですけども、これは契約した義務を果たさないことなんですね。まあ、約束を破ったってことです。約束を守らないこと。まあ、そんなイメージでいいです。で、趣旨っていうのは目的とか意図とか理由。まあ、こんなイメージですね。だから、法律が契約した義務を果たさないことによる契約解除。これを認める目的とか意図とか理由って何なのかというと、契約の要素をなす債務の履行がない。これは約束を果たさないってことですね。約束を果たさないために、その契約をなした目的を達することができない場合。この、その契約って、まあ、当該契約って、イメージしていただければ大丈夫です。この上の契約ですね。ここです。
この契約した義務を果たさないことって書いてあるんですけども、この契約ですよ。例えば土地の売買契約をしたのであれば、飼い主にとっては土地を、引き渡してもらうことが一つの目的であって、一方で売り主としてはお金をもらう、これが一つの目的ですよね。で、まあいずれかが約束を果たさない、例えば引き渡しをしない、もしくは代金を払わない、これが目的を達成することができない場合なんですよね。そういった場合に救済するために解除を認めましょうっていうのがこの法律の趣旨なんです。債務不履行による契約解除っていう制度、これを認める目的なんですね。つまり売り主が買い主から代金をもらえなかったり、また、買い主が売り主から不動産の引き渡しをしてもらえなかったり、そういった場合については救済してあげる必要があるから契約解除できますよと、まあ、そういった内容が書いてあるんですね。あと一つちょっと言葉変わってましたね。ここ趣旨って書いてあるんですけども、問題文の方、判決文は主意ってなってます。これ意味一緒なんで、主意も趣旨も一緒だと思ってください。目的とか意図とか理由っていう意味です。で、続きを見ていきます。当事者が契約を成した主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を行ったに過ぎないような場合、これどんな場合なのって話じゃないですか。これ簡単に言ったら軽微な債務不履行の場合なんですよ。この付随的義務とかって書いてあるんですけども、例えば建物の売買契約しましたと、まあ、土地付き建物にしましょうか。土地付き建物の売買契約をして、その建物の隣に、まあ、付随的に小さな小屋がありましたと。で、これも一緒に売りますよって言った場合、売り主はその小屋も一緒に買い主に引き渡さないといけないわけですよね。そういった小屋も一緒に引き渡す義務が発生するわけです。ただ、売り主が引き渡し当日に小屋に荷物があることを忘れていて、その引き渡しができなかった。小屋だけ引き渡しできなかった。まあ、それ以外は全部できましたと。土地も引き渡すことできたし、建物の母屋もちゃんと引き渡すことができた。ちっちゃな小屋だけ引き渡すことができなかった。そしてその小屋は1週間ぐらいあればちゃんと片付けをして引き渡すことができる。まあ、そういった場合っていうのは、付随的義務の履行を怠ったに過ぎない場合ですよね。母屋を引き渡せないってなってくると、これは付随的義務の履行を怠ったに過ぎないとは言えないんですよ。小屋だけ引き渡すことができなかったっていうのであれば、それは付随的義務の履行、つまり、付随的な義務の約束、これを果たすことができなかったに過ぎないと言えるわけです。で、このような場合っていうのは、いわゆる軽微な債務不履行の場合なんですね。ちょっとした債務不履行っていったイメージです。まあ、小さな約束違反って音ですね。大きな約束違反っていうよりもちっちゃな約束違反で、そういった場合には特段の事情の損しない限り、これは原則って言い換えたら分かりやすいです。そういった場合、原則相手方は当該契約を解除することができないものと考えるのが妥当でしょう、いいでしょうって書いてあるんですよ。つまり軽微な債務不履行だったら原則契約解除することができないよと、そのように考えるのが、まあ、相当だと、妥当でしょう、そのように考えるのがいいでしょう、まあ、そういったイメージです。そうすると今回の文章って分かりやすくならないですか。法律では約束を守らなかった場合っていうのは契約解除を認めますよと。で、この趣旨っていうのは、約束を果たさなかったことによって契約の目的を達成することができない、これを救済するためなんだって言ってますよね。でも軽微な債務不履行の場合には原則契約解除はできませんよ、そうやって考えるのがいいですよねと、妥当ですよねって判決文は言っている。まあ、裁判官はそうやって言ったって話なんです。こうするとすごく分かりやすくなるじゃないですか。だから今こうやって括弧書きで言い換えた用語、言い換えた単語っていうのかな、書き出しました。これを自分自身でできるようになれば、判決文も理解できるようになるし、また問題文とか解説も理解できるようになってきます。いかがでしたでしょうか。このように理解をすることによって、民法とか判決文だけじゃなくて、その他の法律とかも頭に入るようになるんですよね。過去問をやりながらどんどん理解が深まってきます。ただ一般的な教材とかだと、今言ったような解説まで書いてあるものってあんま少ないんですよね。なので自分自身でそういったものを調べながら、コツコツやっていくってことが必要になります。
実際それできる方もいらっしゃいますので、あ、もし自分自身できるなと思うのであれば、ぜひ試してみていただければと思います。でもし自分自身ではちょっと難しいな、もっと早く、やりたいな、調べるの時間かかります。でも、もっと早くやりたい、もっと早く実力を上げたいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導では今言ったような解説のように、できるだけわかりやすく言葉を変換しているんですね。また、わからない言葉があったりとかしたら言っていただければ、解説もさせていただいております。なので、これまでわからなかった問題っていうのが、どん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 わかるようになってくるんですね。もしあなたが、宅建試験絶対合格したいというのであれば、この今言った、ちゃんと理解をしながら学習していくってことがすごく重要になってきます。なかなか独学では難しいし、予備校とか、通信講座の内容でも、ここまで細かく解説してるってことはあまりないんですね。なので、今言ったような理解学習を実践して、短期間で実力を上げたい。もっと勉強楽しくしたい。次の試験で絶対合格を勝ち取りたい。というのであれば、ぜひレトスの個別指導をご検討いただければと思います。あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご覧ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。